やっぱり厳しい練習を毎日やっているんで、そこは、自分たちの強みでもあると思ってるんで、この夏でもしっかり自分たちのサッカーができるように日々練習頑張っています。個人で言ったらやっぱり、目指すとこはトップチームで、そこにやっぱ全然絡めてないっていうのは正直悔しいですけど、そこを目指す上での過程としてこの J3 リーグを、クラブが用意してくださってて、そこで戦えてるっていうのは本当に自分の中でプラスになってて、もう毎日成長を実感しています。やっぱ、結果は、悔しい結果というか、なかなか勝てずに、特にアウェーなんかではまだ一勝もできてないですし、そこは、もうしっかり受け止めて、内容の部分では本当少しずつですけど、自分たちのサッカーを出せてきたり、その改善できている部分あるんで、あとは本当に結果を求めてもっとシビアにやるところだったり、その勝負ごとの、その細かい部分を詰めていったりするところが大事と思うんで、そこは後半戦なんとか巻き返したいと思ってます。やっぱり J3 出るってなると、自分が年上の立場になってオーバーエイジっていう形になるんで、そこでもっともっと、チームのためになるプレーとか守備をやっていかなきゃいけないと思ってるんですけど、そこ、まだできてる試合とできてない試合があるんで、そこをもっともっと、上目指していきたいと思います。そこに関してはもう毎日練習から、日々学ぶものもありますし、すごい、自分のためになる指導もしてくださってて、でそれをしっかり吸収できれば、自分も上を目指してやっていけると思うんで、そこはやっぱり、日々学んで取り組むように意識しています。自分の中ではもう厳しくて、で怖くてっていう監督なんですけど、もう本当に自分のためを思って言ってくれてるんやなっていうのは実感しますし、そこに何としてでも試合で応えたいっていうか、プレーで、返していきたいです。やっぱり相模原もすごい楽しくて、で今までというか、セレッソでは経験できないことを経験させていただいて、すごい、ためになった1年で、こっち帰ってきてから、それでどんぐらい自分が成長しているのかとか、そういうことを、トップの選手たちとやっている中で感じることもできましたし、でやっぱり環境面はセレッソは本当にすごい整ってて、そこも整えてもらってる分、自分たちはもっともっと頑張らないといけないなと感じますし、やっぱセレッソは地元のクラブでもありますし、セレッソの一員としてもっと活躍したいっていう気持ちは強いです。そうですね、もう昔からセレッソは大好きで、家族も、お父さんもお母さんもおばあちゃんも好きなクラブなんで、もう自然と僕も、思い入れの強いクラブになりましたし、やっぱりそのクラブでプレーできるっていうのは、すごい感謝してますし、逆にもっともっと、トップチームとかで活躍したいっていう気持ちは強いです。やっぱあの2人の存在は大きいですし、いつか自分もその追いついてやるっていう気持ちでもう毎日やってますし、で、長居なんかは、数字で結果も残してますし、その目に見える結果というか、で、タカもタカで、やっぱ絶対名古屋でも活躍すると思いますし、それは本当に刺激になるんで、自分も、あの2人に刺激を与えれるぐらい活躍したいと思ってます。関西のクラブで面白い人はいっぱいいますし、自分もたまにいじってもらえたりしている中で、やっぱり、しっかりそこでいいツッコミができるように、そこの研究はしています。一番大事やと思うのはやっぱり個の部分というか、その1対1で負けなかったり、そういう部分があるんで、そこはもう練習から、一人一人の意識で変わってくると思うんで、そこの部分を高めていって、で試合でより、連動してできたら、そのもっともっと上を目指せると思うんで。
やっぱ練習からですね、もっと高い意識を持ってやることが大事だと思います。個人的にも、ガンバとの試合の前節の試合は、悔しい結果になってますし、そのリベンジといいますか、やっぱり強い気持ちを持って戦いたいです。そうですね、やっぱりサポーターの後押しは力になりますし、やっぱそこで自分たちができるぞっていうのを見せたいですし、何よりも、しっかりそこで、そうですね、みんなにいいプレー、勝利を送れるように頑張ります。僕自身もやっぱセレッソ大好きなクラブですし、その当然サポーターの方も、すごく好きなんで、その人らに対してやっぱり自分がもっとできるぞっていうのを見せたいですし、応援してくださっている方々に対してやっぱ、プレーで感動を与えたいと思ってるんで、そこは、頑張っていくんで、ぜひ応援よろしくお願いします。